こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、先日上司の方にね、買い物に行った時にプラレールコーナーを覗いたら、このね、ライト付きの922型ドクターイエロー T3 編成、これが売ってたのでね、思わず買っちゃいました。多分ね、このプラレールそこそこ古いやつだと思うんすけど、あんま見かけなかったんですよね。またまたも置いてあったので購入しました。はい、まあ、ジョージ社は結構ね、あのドクターイエロー好きなんですけど、よく紹介してたのは923型だったんですよ。まあ、22型、これ多分あのゼロ系がベースになってるやつですよね。うん、なんかちょっと珍しい。でですね、価格の方は税込みで1936円でした。ライト付きなんでね、そこそこいい値段するんですけど、まあ結構ね、箱も綺麗なんですよね。これ再販とかされてるんですかね。はい、ということでね、ちょっとじっくり見ていきます。でパッケージの方は、まあ、こんな感じでゼロ系ベースのかっこいい車両になってるみたいですね。これゼロ系ベースなのかな。そして、まあ、こんな感じで、でこちらのプラレール、なんといってもこれライトが光るといういい感じですね。でまあこうなってて、で裏なんですけど、こうですね。でシャーシが見る感じ新しいシャーシなので、あれ、これそんなに古くないですね多分。あ、ここにね、2014年4月現在と書いてるんで、多分これに近い2014年か15年あたりに発売されたものなんですかね。だからそこまではということで、開封していきます。で中はこんな感じなんですね。え、これいつ発売されたの？これ最近でしょ。でもやっぱりちょっと調べます。気になって仕方ないですねこれ。いや絶対古くないっすよこんなの。いや私見逃してました、ひょっとして。あ、いやでも古いっすね。発売日ね、ちょっと宝トミーさんのホームページで見たら、発売日はねこれですね、2014年6月ということで、5年以上前ですね。5年以上前だけど、あのあれっすよね、定期的に作られてるんでしょうねまだ。でこちらがプラ列車カードになります。じゃあ読んでみますね。ライト付き922型ドクターイエロー T3 編成、新幹線の計測の高度化を図るために軌道検測車を挟んだ電気軌道総合検測車です。ドクターイエローと呼ばれ、夜間に軌道、架線、信号機など様々なチェックを行っていましたが、現在はその役目を終えて引退しました。だそうです。では、見ていきたいと思います。でも私これ初めてですかね。なんかでも触ったことあるようなないような気もしなくもないんですけど、いやでも多分ね、いや今までね結構やっぱプラレールいろいろ紹介してきたんで、買ったか買ってないかちょっと分かんなくなってくる時あるんですよね大丈夫かな。はい、ということで、まあ、とりあえず見ていきます。あ、いや持ってない、これは、持ってないです。私この形の、こういう形のはやっぱ持ってなかったんで、間違いないこれは初めてだということでね、見ていきたいと思います。先頭車は、まあ、こんな感じで非常にやっぱゼロ系可愛らしいっすね。かわかっこいいというか、いやいい感じ。そして横はこんな感じなんですけど、結構ねラインとか成形とかすごいゴツゴツしててかっこいいですよね。ここで色もちゃんと塗り分けられてて、なかなかできいいんじゃないですかこれ。はい、そしてここに JR ですかね。で後ろはこんな感じで、あ、いいっすね、こうちゃんと塗り分けられてますもんね。で窓もしっかりと塗装されてて、成形もされてて、あー、いやーいいんじゃないですかこれは。ここに T3 ですかね、書いてますね。で上はこんな感じで、ちゃんと成形されてて塗装もされてると。で下はこうなってます。開けると、でライト付きなんでね、ここにライトついてます。で電池は、炭酸電池になります。じゃあちょっとライト見てみます。は
一応カバーつけてももう一回つけてみます。はいはい、じゃあ暗くしたんでこれでいきますよ。ほあーうん、いいのはいいんすけど、やっぱライトの明かり漏れてますね。結構ここら辺漏れてるけど、でも非常に可愛くてかっこいい気がします。では週刊誌見ていきます。週刊誌はこんな感じになってます。まあこちらも非常に塗装が、塗装すごい綺麗ですねこれ。なんかあんまりそのはみ出しとか結構目立ったのはなさそうっすよね。上もだいたいね塗装がこうムラとかがねあったりするもんなんですけど、見た感じはね、あー若干あるか、うん、まあ若干ごめんなさい、若干ありますねここら辺。こう見たらわかると思うんですけど、まあムラはあります。まあ こんなもんなんですよ。んー、いやごめんなさい、あのちょっと待って、これ動画でねこの GH5S で撮ってるからなんかすごく艶やかで綺麗く見えるんですけど、ごめんなさい、今モニター見ながら私ねちょっと話してるんですけど、実物見るとそこまで塗装は綺麗くないです。こうやってじっくり見るとやっぱねムラもあるし、あの小傷多いな。いやもういいや、気にしないでおこうごめんなさい、気にしないでおきました。レビューだからちゃんと言わなきゃダメなんですよね気にしないでおきましたないそしてこちらが交尾車になります。で交尾車はまあこんな感じで、そして横はこんな感じになってます。はい、まあいい感じっすよね。はい、ではね組み立てていきます。じゃあよいしょ、まあ、こんな感じでできました。いやーでもこうつなげてみると、うん、非常に可愛らしくていい感じですよね。こんなコースを作ってみました。ではこれで走らせてみます。まずはロースピードで、あかっこいい、じゃあ行きます。はい、では止めます。ではですね次はハイスピードにしていきます。よいしょ、はい、ではスタート。いいですね。なんかねちょっとスピードが遅いっすよね。ちょっと電池を新しいのに変えます。じゃあこれでいきます。じゃあハイスピードで、はあ、でもちょっと速くなりましたね。なんか電池がちょっとダメだったのかな、少し速くなったような気がします。いいっすね。
せっかくライト付きなんで明かりを消します。よし、じゃあこれでカメラ内の方にちょっと暗くしようか。あ、これでいいですね。はーい、じゃあこれちょっと撮ったら行きます。はい、息子がちょっとお迎えに来てくれたのでちょっと出かけたいと思います。今からですね、ちょっとすみっこ暮らしの映画なんか見たいということなので、まあ、一回ね、家族で見に行ったんですけど、またもう一回見たいっていう。なんかあれすっごくね、良かったんですよ。今日も二回目ですね。今日も見に行こうっていうことなんで、まあ、今から、すみっこ暮らしの映画見てきます。あ、ちなみに最初見たときね、結構ね、泣きました。うん。ジョージ石原は結構泣きました。あれね、いいっす。結構、感動できますね。うん。今何の話だっていう感じなんですけど。はい。ということで今回はこちらのプラレールライト付き922型ドクターイエロー T3 編成を紹介してみました。ありがとうございました。